こんにちは、速稼塾の久保です。今日も暗号通貨をニュースをお届けしたいと思いますけど、まず価格からですね。今マイニングマシンがすごくね動いてくれてます。音がすごいしますね。BTC なんですけども、400万円をクリアして414万7千円に入りました。やっぱりね、 BTC が500万を超えたあたりから暗号通貨全体も活気がつくんだと思いますけども、まあまだね上下するでしょうね。そしてリップルなんですけども、ついに半額ぐらいになってしまいました。思えば私が決済した時が189円だったんで、あの時に決済したのがベストポイントだったなと思います。まあ、私の動きに合わせて決済されたのとかも、結構胸をなで下ろしてるんではないかなと思いますけども、このままリップルがね100円割ってしまうと売りの速度がまさにね急拡大するんですよ。ただ100円を踏みとどまって、これが120円150円の方向に持っていくなら、リップルっていうのはまだまだこれからも可能性のある通貨として人気を集めるでしょうね。でイーサリアムなんですけども、一時期50万に近づくかなと思われたんですけども、現在は25万6千になってます。でこれがですね、20万円を割り込むとちょっとイーサリアムにも限りが出ると思いますけども、こういうふうな暗号通貨が不況になってくると、なんとか損失を食い止めるためにデファイ分散型金融を始める方が多いと思われます。そうすることによっておそらくイーサリアムも価格を急激に戻すと思いますね。特に7月にはガス代という送金手数料の値下げが行われますので、一気にここにチャンスがやってくるんではないかなと思ってますね。でカルダノです。カルダノは今162円なんで、一時期ね250円をつけたんですけども、まあ、残念ながらそこから比べるとだいぶ落ちてしまったかなというところでございますね。でカルダノもステーキングっていうのがありますから、カルダノの為替のね損益っていうのをステーキングによって取り戻すという、そういう風なね志向の方も増えてくると思いますので、体も急速に値段を戻すと思われます。さあ今回の暗号通貨全体の下落騒動ですけども、イーロン・マスクさんの行動や発言も大きかったと思いますけども、おそらくですねアメリカの規制ですね、2023年までに規制を大きくかけて1万ドル以上の移動には報告を義務化するというところで決済が起きたんではないかなというのが一つ。もう一つは中国の規制強化ですよね。 BTC に対してはかなりの重罪、こういうのをかけてますんで、多くの方が手放しているということと、おそらく香港の投資家さんも今回の民主化のね、まあ影響ですよね。いろんなことがありました。リンゴ日報の事件もありました。資産凍結もありました。ああいう手法を恐れて暗号通貨をちょっと変えてきてるんじゃないかなと思うんですよ。そして気になるのがバイナンスですよね。バイナンスはどこが発祥でしたっけね。ということはバイナンスの取引にも何らかのロジックが隠されているんではないかなという不安があります。さあ全体的に大国がこうやって暗号通貨に規制をかけてきています。国家の上っていうのはすべからくお金と紐付けて人民を支配しているところがあります。個人的な資産を凍結されたらやばいから、そして納税徴税っていうのがありますよね。まあ三崎裕太さん、青汁王子さんもそうなんですけども、なんかそのね税金の不正な脱税、こういった嫌疑をかけられるともう逃れられないんですよ。私たちはお金によって支配されるっていうところがもう拭えないんですよ。だからこそ暗号通貨を私たちは求めているんですけども、そうなると国の支配が及ばなくなるんで、規制をかけていくのはまあ規定路線かなっていうところですよね。ただしですね、暗号通貨のタックス成分とも言えるような事態が起きることを私は予測しています。どういうことかっていうと、この世の中にはたくさんの国、200以上の国があります。その中で暗号通貨に関して有利な税制を引くところ、有利な制度を引くところっていうのは多分暗号通貨ホルダーさんがものすごくね求めるところだと思うんですよ。場合によってはその国に国籍を移動したりとか、その国で法定通貨に切り替えて納税をして、そしてそれぞれの国に持ってくるみたいなね、なんかいわゆる、まあ、脱法的とは言わないんですけども、パナマ文書によろしく大企業一流の、経営者政治家さんが私たちの知らないところでそうやって税金をほとんど払わずにやりくりしていたように、暗号通貨上のタックス成分という国も当然生まれるでしょうね。今も何箇所かあるというふうにレポートされています。そこではですね、デビットカードによって決済したのをそこの国の取引所に担保した決済でやるそうですけどね、その意味がどこなのかということはなかなか公にはならないですけどね。まあ、今度お知らせしましょう、何かの機会に。どういうことかっていうと、
ある特定の国に暗号通貨の決済を集中させるようなね動きが、まあ、徐々にこれからも拡大するんではないかなと思います。特にアフリカを中心に。でアフリカは暗号通貨というものの先進国になって、これから通貨によって世界を支配していくんではないかなと思います。ね、国っていうのは通貨によって私たち国民を支配してるって言いましたけども、ではですね、この世界を誰が支配するかってことになると、おそらく通貨によって自由を保障してくれるような、そんな国がねそうなるんじゃないかなと思いますね。何もかも規制ばかりで人が逃れてしまうんではなくてですね、規制よりも緩和ですよね。緩和と保護によって自由な商売ができるようになったところに人は集まり始めるんじゃないかなと思います。まあ楽市楽座みたいなもんですよね。そして手数料は必要最小限、経済が豊かになればそれこそ間接的に国にはね税収ってものがもたらされますからね、うん、まあ税金ってのが国家運営の財源ではないんですけども、ただある程度手綱を持ち、ある程度手綱を緩めるっていう、そういうふうな動きが暗号通貨には最も必要なんじゃないかなと思いますね。はい、ということで今日はですね、暗号通貨のタックスヘブンっていうテーマでお届けしましたけども、お感じになることがあればまたコメント欄でご記入ください。それでは本日は以上です。